外での遊びに全く不自由しないな。何でも用意してくれるし、なければ現地で取ってきてくれる。確かにそうだな。俺も森で苦労したことは一日たりともない。最近旅の方はどうだい？嬉しいことも悲しいこともあったな。けどどれも忘れられない思い出だぜ。そっか。後でバルベリーでも食べよう。今朝市場で買ってきたんだ。バルベリーで悲しいことが去るべきだな。僕はただ君たちに美味しいものを食べてほしくて勧めただけだったんだけど、なんかごめん。あ、急にフルーツティーが飲みたくなってきたかも。ちょっと材料を取ってくるよ。逃げた。逃げたぞ。コレイは逃げたか。まさか見抜いたのか。俺がこれから我が友よ、お前なら俺の言いたいことがわかるだろう。まったく。やはり俺のことをよくわかってる。俺が強者に挑もうとしていたのに気づいていたんだな。だが今から対戦を始めたら怒りを買ってしまいそうだ。まずは大自然を満喫するとしよう。俺に任せろ。薪、香辛料、お菓子、それに飲み物の準備ができたよ。コレイが帰ってきたらバーベキューを始めよう。テントは3つあるけど、2人はどれで寝る？オイラたちは左のやつにするか？ひひっ、こっちの方が雰囲気が良さそうだ。うん、確かに。でもこのテントは水辺に近いから寝ぼけたキノコンがテントに入ってくるかもね。何もなければいいが、俺の武器を貸しておこう。入り口に刺しておく。キングデシレトの扉みたいだね。いいな、聞くからに鉄壁そうだ。ただいま。みんなちゃんとお腹は空かせておいた？うん。よだれが垂れてきそうだ。もう少し待っててね。よし、そろそろ味付けをしても良さそうだ。焼き加減はどうする？おい、ステーキじゃなくてバーベキューだろ。でもステーキの作り方も参考になるかも。ミディアムで頼む。ならこれで十分だ。ウェルダンが欲しい人はもうちょっと待ってて。
腹いっぱいにならなきゃまだまだ食べられるぞ。私もお腹いっぱい、眠くなってきちゃった。眠いなら寝たらいい。パイモンもちょっと眠くなったでしょ。ここは僕とセノで片付けとくから、君たちは先に休んでて。今日のところは見逃すが、次こそ神聖なる決闘をしよう。おやすみなさい。はあ、もう眠くて、まぶたがくっつきそうだぞ。ああ、そうだ。ほら、関佐の杖だ。本当に持ってくるなよ。この武器は強いぞ。試してみろ。いやいや、オイラじゃ持てないって。そうか、本当にいらないのか。万が一何か入ってきたとしても、オイラだって旅人を守ってやれるから大丈夫だぞ。またこう。召喚王にも似たようなシーンがあった。明日聞かせてやろう。今は体を休める時間だ。もう寝るといい。いい夢を。みんな、ここにいるのか。旅人、パイモン、すまないが起きてくれ。テントの中にいるんだろう。これを見ろ。これは、剣。テントに刺してどういうつもりだ。防犯か何かか。ああ、おそらくな。誰だよ、こんな夜中に。剣をどけるぞ。よいしょっと。アルハイゼン、カーベ、こんな夜中にどうしたんだよ。こんな時間に起こしてすまない。だが、今は寝ている場合じゃないんだ。旅人、準備ができたら外で話そう。ちょっとしたトラブルが起きた。ジュライセンとセノに関わることだ。君たちに知らせる必要があると思ってな。最初から話そう。実は、洗ったコップはここに置いたはずだったが。あ、あった。俺にも一杯もらえるか。酒に合わせるクッキーはテーブルにあるか。ある。果物もだ。ふん、この新しいやつはあんまり美味しくないな。昨日セノたちが飲んでたやつを買えばよかったか。昨日飲んでたやつ。ああ、そういえば言ってなかったな。昨日酒場に行った時、ジュライセン先生がみんなにご飯をおごっていたんだ。セノにティナリ、コレ、それから旅人とパイモンもいた。そのテーブルに置いてあった酒がランバドの新作だったみたいで、美味しそうだったんだよ。彼らに何かあったみたいだな。ああ、君の耳にも入っているんじゃないか。
ジュライセン先生に脅迫状が届いてゆすられたらしい。犯人は16歳で1000万モラを要求したそうだ。道端で人が話しているのを聞いた。犯人はすぐ捕まり、今は賢者が対応していると。ナフィス先生たちは一体どう思うだろうか。そうだ、ジュライセン先生がその脅迫状を見せてくれたんだが、実に粗末な作りだったよ。けどその紙に描かれていた模様が一風変わっていて綺麗だった。ちょっと待っててくれ、紙を探す。その模様を描いてみよう。できた。どうだ、変わっているだろう。こういう模様の入った紙は見たことがない。犯人はどこで買ったんだろうか。実に面白い。砂漠の民が愛用する象徴的な要素が含まれている。ん？そうなのか。例えばこの尖った建物の輪郭、これは古代の宮殿のものに近く、交差の具合と投影の作り方が似ている。これとよく似た古代の模様があったはずだ。もう長いこと使われていないが。その模様って？ああ、沈黙の殿の紋章だ。二人で話していたらどうにも気な臭くなってきてね。それで君たちのところに来たんだ。シティからここまでずっと探してたんだよ。アルハイゼンがおそらくティナリのところにいるだろうって言うから、ガンダルバー村に行き、今度はそこのレンジャー町からキャンプに行ったと聞いて、数歩も歩かないうちに村に物を取りに戻ってきたセノと会ったんだ。少し話したらすぐどこかに行ってしまったけど。沈黙の殿の紋章？それって怖いものなのか？まさか何か問題でも？ちょっと待ってて、コレイを呼んでくる。君たちはあまり知らないかもしれないが、簡単に言うと沈黙の殿は1000年前からスメールに存在する組織だ。今でも教令院に行けば沈黙の殿の執務室が見つかる。彼らは名目上あまり広く知られてはならない情報や文献の管理をしている。ただそれは表向きの言い方だ。実際の沈黙の殿は今やただの抜け殻、学院制度下にある見せかけの存在に過ぎない。記録によると本物の沈黙の殿はキングレシレトの七つの柱の一つ、知恵の頂点であるヘルマヌフィスによって設立されたものだ。そのメンバーのほとんどが砂漠から来た人たちとなっている。だがあの執務室には一人として砂漠出身の者はおらず、砂漠の人間が使う紋章も使っていない。つまり教令院にある沈黙の殿は偽物ってこと？可能性は否めない。目的は何かを隠蔽するためだろう。でもそんな機密情報をなんでアルハイゼンが知ってるんだ？忘れたのか？アルハイゼンは代理賢者を務めたことがある。しかも辞職したのになぜか給料が変わってないときた。あ、そういえばそうだったな。じゃあ代理賢者をやってる間に機密ファイルを一通り見たってことか？執務室の書類に目を通すのは当然だろう。不思議なことに、ジュライセン先生に届いた脅迫状に
沈黙の伝の紋章が入っていた。差出人は1階の教令院の学生だったというのに、犯人はまだ10代で、それに砂漠の人間でもない。どこであの紋章の入った紙を手に入れたんだろうか。さっきセノに会った時このことを伝えたんだね。ああ、聞いた瞬間すぐ走って行ったよ。ジュライセン先生に関わることならセノはもう動き始めてるに違いない。僕たちも行ってみよう。この時間ならセノは多分ジュライセン先生が最近住んでる家に向かったはずだ。沈黙の伝は教令院と関係があり、その裏には秘密が隠されている。それに関連する紋章が突然現れたとなると、きっと厄介なことが起こるに違いない。一度教令院に行った方が良さそうだ。うん、正論派で教鞭を取ってる賢者なら真相を知ってるはずだ。聞いてみてほしい。情報は多ければ多いほど教令院側も準備しやすいだろうからね。もしこの一件が本物の沈黙の伝と関係あるのなら、ただの誤解では済まない。これ悪いけど30人団のところへ行って伝えてきてくれるかな。セノとジュライセン先生の行方に目を光らせておくようにって。旅人とパイモンは僕についてきてほしい。一緒にセノを探しに行こう。ああ、各自行動するとしよう。ジュライセン先生はここ最近スメールシティにずっと住んでるみたいだ。トマト畑の世話をするために近くに家を借りてるらしい。じゃあそこに行ってセノたちを探そう。着いた。ここだよ。こんな時間なのに誰もいないみたいだな。セノって行動力があるし、ここに来た後またすぐどっかに行ったんじゃないか。その声はティナリかい。ザ・ハハディ教授、やっぱりあんたたちも来たんだね。神よ、今夜は一体何が起きてるって言うんだい。ということはセノもここに来たんだね。ああ、少し前にうちのドアをいきなり叩いてね、こう聞いてきたんだよ。ジュライセンのことを見なかったかって。あいつは朝っぱらから外に出ておって、いつ帰ってきたかもわからんと返したら、セノにジュライセンの家まで連れて行かれてね。すると奴がいなかったんだよ。セノはそれに気づいた途端急いでどこかに行ってしまった。私に状況を説明する暇すらなかったようじゃ。はあ、もしかすると何かまずい状況にでもなってるのかい。ジュライセンが留守ってことはまずいことになってるのかもな。ザ・ハハディ教授、ジュライセン先生が脅迫された件については。ああ、それなら知っておるよ。あの日私が家を出ると紙切れを握ったあいつが畑に水をやってるところを見たからね。どうやら一人で考え込んでたようじゃった。悩みを抱えてるくせに誰にも打ち明けようとせんかった。セノがあの日ちょうど様子を見に来ていなければ、こうも早く解決せんかったじゃろう。手紙を読んだセノは
すぐに三十人団に通報すべきだとジュライセンに言った。だがジュライセンは名前に傷がつくからと言って、最初はそれを嫌がったんだよ。セノがどうにか説得してやっと折れたようじゃった。ジュライセンのやつ、なんでそんなに通報するのを嫌がってたんだ。この前の怒りっぷりからして隠そうとしてるようには全然見えなかったけど。ジュライセンは元賢者だし、教令院に恨みを持ってる者からのとばっちりを食う可能性も否定できん。だからセノも教令院に報告すべきじゃと必要に言ったんじゃろう。あの時私もその場に居合わせたんだ。どうやらジュライセン先生はこの件を公にしたくなかったようだ。一体どうして。ジュライセンのやつ、まさか何か危険なことに巻き込まれたんじゃないだろうね。あの老いぼれったら。ああそうだ、セノがさっき書いた手紙を預かっておったんじゃ。あんたたちが自分を探しに来るかもしれないから渡してくれとね。ありがとう。なんて書いてあるんだ。みんな、この件はいささか複雑で公にはできない。だからしばらく俺の一人行動を許してくれ。ついてこなくていい。確かにセノが書きそうな内容だね。ありがとうザハハリー教授。最善を尽くしてセノとジュライセン先生を守ろう。だからどうかご安心を。旅人パイモン、ひとまず教練院に行ってみんなと合流しよう。来たか。その感じからしてどうやら見つからなかったようだね。うん、ジュライセン先生の家まで行ってみたけど留守だった。セノも最初は家に行ったみたいだけど、もう離れた後だったよ。どこへ向かったか。手紙を残してくれてたけど、ついてこなくていいって書いてあったんだ。想定内といったところか。セノのやつ。こっちの状況も話そう。さっき記憶を頼りにもう一度例の紋章を書いてみた。今度は細部までしっかり書いたつもりだ。古書との比較もしてみた。
本に描かれている紋章は不明瞭だが、その形と構成要素は酷似している。ああ、それとこの紋章の伝承はほぼ失われているようだ。二人がかりで図書館の本を調べ尽くしたけど、関連する記録は一冊の古い本の中にしかなかった。それからアーラブがウラカの口から情報源を聞き出した。ジュライセンが砂漠で巨額の資金を入手したという情報はある男から聞いたそうだ。若い見た目をした砂漠の人間で、貫禄があり学もあったらしい。ああ、ウラカは酒場でカードゲームをしていた時にそいつに出会ったそうだ。その相手は少年と呼べるような年齢で、キャラバンと共にシティへ商売しに来ていたという。ウラカは彼の話を聞いて乗り気になって、ジュライセン先生を脅迫してモラを手に入れたいと言い出した。相手もまたそのアイデアを褒めたたえ、適当に紙とペンを見繕って渡したらしい。なるほど。つまりあの紙は仕込まれたものってわけか。で、ウラカが言ってたその少年は今どこにいるんだ？知らないってさ。酒場を出た後、一度もそいつとは会ってないと言っていた。その後のことは全て聞いていた指示通りに一人でやったそうだ。ナフィスとアーラブはシティを出入りした人間の確認をしに30人団のところへ行っている。それと現在教令院にある沈黙の殿は名ばかりのものだとナフィスが認めた。本物の沈黙の殿はかつてウリンを訪れた時に教令院と協力関係を結んだ。だが時代の変化とともに、ある時期の賢者たちは陳腐で愚かな存在になってしまった。そのような教令院は信用に値しない、そう判断した当時の沈黙の殿はその協力関係を終わらせたそうだ。そこに属していた者たちは約400年前に砂漠に戻ったという。その組織は誕生以来キングレシェレト文明とそれに関する信仰を守ってきた。各地を歩み、人間に害を与える知恵を封印し、その管理を務めている。人々を正しい道へと導くのが彼らの役目だ。正当な意義を持つ機関といえる。協力関係の断絶は教令院の名に傷をつける。だから偽の組織をでっち上げて真相を隠そうとしたんだね。こんなことが何百年も続いてたなんて。その何百年も前に消息を絶った沈黙の殿だけど、どうしてジュライセン先生はそんな人たちと関係を持っていたんだろう。詳細についてはおそらくセノも知らないんじゃないか。だから彼も焦ってたんだろう。ウラカを利用してジュライセンを脅迫したのは計画の第一歩に過ぎない。裏で糸を引く黒幕はジュライセンに手紙の紋章を見せるのが目的だったんだろう。ジュライセン先生はきっとその紋章を知っていたに違いない。それで周りに言うのをためらったんだろう。おそらく自分で決着をつけようとしたんじゃないか。けどそう決心した矢先にセノが現れた。沈黙の殿が砂漠に由来している以上、ジュライセンも砂漠に向かった可能性が高い。うん、先生を探さないと。砂漠に行くつもりか。無理をしない方がいい。ティナリは砂漠の環境が苦手だろう。ここは他の人に任せたらどうだ。水を十分用意すればそこそこ耐えられるから。それになんだか嫌な予感がするんだ。今すぐ追いかけないと。みんな、30人団から返事が届いたぞ。先生、この人がティナリの先生のナフィスか。おお、初めて本人に会えたぜ。ああ、こんにちは。会えて嬉しいよ、旅人パイマン。別々の目撃者から情報提供があった。ジュライセンとダイマハマトラのセノはそれぞれ違う時間帯にシティを出てキャラバン宿駅の方へ向かったようだ。30人団と共に行動すべきだと言いたいところだが、アルハイゼン書記官とカーベ君から聞いたはずだ。今回は沈黙の殿が関わっている。教令院は過去に
口に出すのもはばかられるほどのことを少なからずやってきた。仕方がなかったとはいえ、恥じるべきことであるのは変わりない。理解してくれとは言わない。しかし今は行動しなければならない時だ。先生、焦る気持ちはわかるけど、この一件は僕たちが思っている以上に複雑だ。だからなるべく目立つような行動は避けた方がいいと思ってる。確かにそうだな。万一ジュライセンと相手の間に何かしら因縁があった場合、いや、もっと最悪なのはすでに相手の手に落ちていて、あるいはみんなジュライセンとセノのことをどうか頼む。二人を失うわけにはいかないからな。助けは必要か？オイラたちも手伝うぞ。本当か？それは助かる。心から感謝しよう。